厚生行省の一厚生当初行中所省は、元が設置した一級行政区画の行中所省。1299年以降、長江以南の厚生省の大部分、雷州半島を除く関東省全域、湖南省及び福建省の一部を管轄していた。なお現在の厚生省北東部は、厚接行省の管轄とされていた。1276年、元軍は、 南宋の都城であるリガンを占領、南宋皇帝であった安州が捕虜となり総長は滅亡、南宋支配地域は元朝の半島に編入された。1277年、岩町は厚生当初行中所章を設置した。翌年には復建行省に一旦編入されたが、1280年には復建行省が分割され、厚生行省、復建行省。 専修行省とされたが、M1282 年に上管整理のために、厚生、福建の両行渉の統合が行われた。1285年から1291年まで、福建行省は、厚生行省に移管されるなどの改変が行われている1299年には、福建行省が、公設行省に関されて以降、厚生行省の行政管轄地域も固定され、 元松まで添い重ねされた。1276年から1298年以前は、頻繁な行商等配合に伴い株行政区画も安定しなかったが、1299年以降は安定し18素地九州を管轄した。厚生行商では、宋代の江南西寺及び江南道路の二素地を統合し成立した経緯より、現代においても高精度及び関東道の区分が、 存在していた。ありがとうございます。